太郎の中野哲司先生が沖縄で五十流空手を体験。おっと、これはなんだ。なんと足の指で捕まえてる。そのための鍛錬がこれだ。さあ、三鎮の方にチャレンジ。八木先生、よろしくお願いします。五十流のこの基本型の三鎮という方なんですけど、呼吸と体の動きを合わせる、はい、その前に先ほどやった三鎮があるとかですね、鍛錬で体を作り上げて、はい、体を筋肉を締めて、はい、握ったら力入るんです、はい、で足の指を握ったら力入るんです、はい、で視力って言いますね、はい、指の力を固めて、全身の筋肉を締めて、はい、鼻から息を吸って口から吐くっていうものを体重をついて、まあ、これだけなんですけど、はい、まあ、息を吸うときに鼻から頭全部通して口から吐くような感じ、このときに、まあ、すみません、おへその下丹田に力入れて、はい、これで、はい、行きましょう、吸って、これで こんな感じなんですよ、地味なんですけど、はい、で先ほど叩くというか、はい、これ、三鎮の締めっていう言い方します、はい、締めるっていう、はい、すみません、はい、例えばこの構えでも肩甲骨が開いたらあんま力が入らないので、はい、僕たちの意識的に、まあ、全部もうちょっと締めるんですね、肩甲を締めますよね、はい、この意識です、ね、例えば先生すみません、左手引いてみてください、はい、引き手から締まってるじゃないですか、はい、でこれが肩が出ないようにつきます、立たして、この時にですね、はい、意識がこの脇腹になっているんです。あ、真ん中に上げて、はい、ここに押すような感じです、はい、例えばこれが開いてしまうと弱いので締めたままっていう意識でここをついて、これを受けます、はい、こう回しておきます、受けた時にすいません、肘は内側に、手首が外側に入ってますね、親指が肩の線じゃなくて小指が肩の線に合うように絞る、絞ると、これだと入ってくるので、はい、しっかりここで引っ掛けてるような意識、はい、相手の距離に入るんじゃなくて自分の距離に相手が入ってきたものを叩いてるっていう意識で肩甲骨を締めてるような、自分から行ってるわけではないんですね、はいはい、なるほど、来たものを突くっていう、はい、で構えます、はい、先生すいません、はい、ちょっと押しますね、これ、はい、押した時に進んでしまうのが、はい、しっかり足の今力が入ってる場所が、はい、今斜めに押してるんですけど、はい、これを叩いてます、いいですか、はい、軽く、はい、吸って、はい、引いて、すいません、はい、で次脇が開いてないから確かめるために、はい、斜めにここ当てるように、はい、親指の、はい、お尻締めて、はい、ここ締める、はい、形ですね、この感じで、はい、1、2、3、4叩いてますね、はい、はい、じゃあもう一度いきましょう、はい、次右行きましょう、はい、吸って、まあ、こんな感じです、うん、締めているので、おわで、この禅の一種で、はい、座禅でも例えばこうなってたのが後ろから叩かれると、はい、なるんですよ、上から叩いてるような感じで、どの、まあ、上半身裸でやるんですけど、はい、どの筋肉が締まってるか見えるようにですね、うん、この感じで叩いたり締めたりします、ね、あ、前からお腹をつついたり、はい、足を蹴ったりとかですね、時代にそぐわないところもあって嫌な人もいますね、大人クラスに入ってきて叩かれるのが嫌とかですね、でされるのが結構こう分かりやすい側としてはやってもらった方が、うん、これは太陽の考え方なのか私の考え方なのか、はい、ちょっと分からないんですけども、私の考え方だと完璧に立つと力まなくていいっていう場所があって、うん、そこをひたすら探してるっていうような感覚で今やってるんです、うん、でインパクトの時だけ固めるって
やってるんですけど、なのでこう例えばこう態度で戦場芸っていう技がこう技があるんですけど、これも噛まずに立つっていうんですかね。そうなんです、ね、なのですごいこう抜いたまま動くっていうのをすごくこう意識してたんですけど、あの最初の訓練でここで決め構えるっていうのをやったりしてたりはするんですね。で実際これはあの態度の用意と解体はもっと力抜いて、やるんですけども、で、まあ、訓練の過程としてここで決めたままで、ここもやっぱり背中をしっかり絞って、で肩が骨頭が出ないようにというのをやってたんですけども、はい、あのもっともっとこのその腰から下の締めも全部作るっていうのを意識するとすごく難しいというか慣れてなかったりする。先生ちょっと聞きたいんですけど、はい、例えばつくじゃないですか、はい、右手右手先が来るっていうことは、はい、締めたままですよ、はい、ここが格闘的な突きじゃなくて、うん、こういう正拳突き、はい、まっすぐ突くときこの突きをバンって内に入ってるじゃないですか、はい、肩から肘まではグッて内に入れながら、うん、ここで止まるものがあるから肘から手首まで外に筋肉がこう絞ってるんです、はい、言ってますよ、全部口ではないですよね、はい、そうです締めるってことそうです、ね、締まるってこと、はい、これを肩から肘まではグッと内に入って肘から手首まで外に力が入って、ここが内に入ってるから止まってると、はい、威力が強いと、うーんそれを同じように、はい、足の付け根から太ももまで内側に締めて、膝から足首まで外に開いて足の指床を噛んで絞ってクッて立つというのが、そしてお尻が締まるんです。これは三鎮立ちの立ち方っていう、この内とここに力入るじゃないですか、はい、こっちから膝まで内に絞って膝から手足首に外にうわぁグッと絞ったような立ち方です。いやこれは相当難しいですね。で基本型なんですけど、うん、確かに一番三鎮立ちっていう立ち方が難しい、ただいなるんじゃなくて、はい、グッと絞ってるような、うわ難しい、難しいですね、すごい難しいですよ。でこれで、すみません、さっきの締めの時に、はい、バンバン叩いて、はい、後ろから切られたりするんですよ。はい、うわぁ筋的、はい、重症を守るために左手が蹴られるので、はい、怖いからもう締めないと先生たち先輩に叩かれて蹴られてしまう、はい、それは締めるっていうのは足の向きの話ですか。そう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 、まあ、後ろ足まっすぐで前足の角を少し斜めに立つんですけど、はい、先生たちは、うん、あ、後ろ足まっすぐなんですね。後ろ足まっすぐですね、はい、相手に向かって力が行くように、はい、斜めに向くと向いてる方向に力が行くっていう感じになるからなんで、はい、ここは外なんですね、止まってるからですね、っていう立ち方です。すごい難しいです。擦らずに歩くんですけど、はい、止まった噛む、はい、内側、かと内側に戻して半円を描いて親指と親指がするように噛まる、うん、ほとんどすり足がなくてですね、はい、すり足がないのは態度と一緒ですよ。すり足は、まあ、両足で入って両足で下げたりとかはあるんですけど、はい、本当に上鳥が上から獲物を取るようにっていう感じ。先生、ちょっと足を踏んでもよろしいですか。はい、よろしくお願いします。はい、はい、うわー、はい、いやー すごいですね。すいません、はい、ここでカフェ、うわー、これはすごい、すいません、いやーなので、はい、いつも床を噛む、これ指の力ですね、さっき言った握る力、視力を鍛えるんですよ。これは、まあ、靴の中で、はい、僕はもう例えば東京行った時、電車に乗る時もゆるっと踏ん張ろうとするじゃないですか、はい、足でつく、膝でつくっていう、はい、押すのも、手で押し切るのも、はい、
で三鎮立ちも捕まえるっていう、うん、さっきの先生が言ったツボ、抜いて、はい、止まる瞬間的っていうか、うん、同じだと思いますけど、はい、止まったら捕まえて動かなくするっていう、すごい。これはいやー難しいですね。子供たちも最初ここから指で歩くっていう言われるんですよ。親指を上げて親指を落とす。1、2、1、2、全部の足の指まで意識させるっていう。わー、次は右左こう指ですけど、これを捕まえさせるっていう。いやでもこれはいい稽古ですね。もう歩法に関してはこうなんていうんですかね、よくこう 蹴るなっていう方って結構いると思うんですけど、あれ体の感じから考えると前足をももの筋肉で浮かす、でこれが初動になるっていうんですかね。でちょっとでも力が始まるとあとはついていくだけなので簡単なんですよ。ただこれを片足上げた状態で後ろ足のつま先立ちをしてそこから動くよってなると、ちょっとこう労力としてはこっちの方が大きい。労力を使います。そうなんですよ。なのでこの前のももで動くってなると、こう後ろ足で蹴っていくんではなくて前足を上げてこう動くってなるわけですよね。なのでそうするとこう例えば段差のあるとことかも基本的に全部踏み越えてつまずかないっていう状態になってくる。私今日山で稽古するのが結構好きなんですけど、このそうなんです、このつま先からいくというかこの股関節のこの辺運動っていうんですかね、この丸く使う運動をやって後ろ足がついてくるっていうのにこう合わせていくっていうんですかね。で最後の総則という運則がありまして、こう本来こう前足と後ろ足で決めてくると思うんですけど、これがこう打ってた時に少しタイミングをずらして後ろ足と一緒に来るようにすると本来届いてない前で届いちゃうっていうのが。すごい。そうなんですよ。そうなんです。はい。でこの慣性でいうとこう歩いてこういう風な動きになるんですね。だから慣性のこの振りのタイミングも一緒に揃ってくるので、この肘から先をちょん切ったらこの動きもこの動きも実は同じなんです。同じこのここの視点で円運動をしているっていう風になりますので、このこういう鎖を振ってるとなんていうんですかね、クレーン車というか鉄球車のような感じで、ここが紐でここがでっかいボールと思っていただいて、そのでっかいボールがここに来た時に体が残ってると体重預けられないので、それでこうしっかり前に。もちろんその時左が前に入れば、1本目の次がまた逆に入るっていう感じになりますので、ちょっとまた木を照らった動きにもなるので、態度の運足発砲という足運びの練習の一つなんですけど、この歩行の時っていうのはなので前足を浮かすことで後ろ足を生かすというんですかね。なので後ろ足を蹴らないというよりかは起こりで蹴ってなくて、で後ろ足の蹴りも両方使うと、さっきのこう払った上にさらに股関節の足し算がさらに加わってくるような感覚で自分の中では思ってますね。これはまた非常にこれをちょっとうちの道場で生徒に伝えてもらさあ次回も中野先生と一緒に沖縄空手の深みを味わっちゃいましょう。 Everyone is a hero in クロービーワールド。 クロービーワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまたクロービーワールドでお会いしましょう。